セモベンテダ75-34とは第二次世界大戦中に開発、使用されたイタリアの自走砲である。本社は 75mmL-34 砲を M15-42 戦車の車体に装備した。この車両は1943年のローマ防衛で実戦投入され、また後にはドイツ国防軍がイタリア北部とバルカン半島で使用した。 141両が戦時中に生産されており、このうち60両は1943年9月のカッシビレの急戦の前に作られ、この後81両をドイツが生産した。セモベンテダ75、18の成功の後、より良い方を搭載した自走砲の生産が決定された。これは対戦者能力を増強するためであり、75、18では、 ヒートの使用によってこの能力が与えられていた。手法のアバイス七75、18モデッド34を、ヤフォーであるカノニー十75、32モデッド37へと換装し、M14、41戦車の車体を用いた、いくつかの試作車両が作られた。量産開始は1943年春である。結局、 カルロ・アルマート P40 の手法と同型法である 75mmL34 砲を M1542 戦車の車体に搭載し、1943年9月のイタリア降伏までに60両ほどが生産された。以前のセモベンテから引き継がれたものがある一方で、本社はいくらか従来のものと異なっている。21mm 厚の2枚の装甲板を重ねる。 代わりに、全面装甲は 42mm 厚の1枚の装甲板で作られ、戦闘室のケースメイト構造はより長い手法を収められるよう改修された。本社には M15-42 と同じ192馬力のガソリンエンジンが搭載され、最高速度時速 38.4km を無理なく発揮できた。イタリア陸軍による唯一の作戦投入例は、 1943年9月8日から10日、不成功に終わったローマの防衛戦である。カッシビレの急戦の後、イタリアは戦う側を切り替え、以前の同盟国であるドイツは、イタリアの敵となった。12両ほどのセモベンテダ75-34が、第135機構士ダムアリエテ2の CXXXV グルーポに配備された。数両のみが戦闘で破壊され、 残余はドイツに接収された。ドイツ軍はこれらをイタリアとバルカン半島で使用した。1945年までにドイツの指示のもとで約80両が生産された。ありがとうございます。